車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら、はい、やってきました。ドーン。ドーン。ドーンってあの割とロールス全般いろいろいじらせていただきますけども、はい、少ないですよね。圧倒的にやっぱりカリナンとかゴーストファントム、まあ、僕らが動画を撮り始めたからは少ないかもしれない。あ、そういう感じなんですか。その前はドーン、ゴースト、ドーン、レイス、ゴーストみたいな。あ、そういう感じでしたっけ。うん、もうマンソリー何台組んだか。あ、そっか。ちょうど僕がじゃあ動画にかかる前にすごくこう勢いがあった。まだメカニックをボンドガレージやってる時にはめちゃくちゃもうロールスだらけだった東京店。あ、そういう感じなんですか。じゃあブログ過去のやつ検索すればめちゃくちゃいろんなのが出てくる。めちゃくちゃ。ただ最近割とこう、そうね、カリナに持ってかれてる感ありますよね。落ち着いてる感じがあるのと、やっぱりそのドーンっていう車自体がもう生産はもちろんしてない、はいはい、で中古車の台数も結構少ないんでね。あ、そういう感じなんですか。だから新車が多分そんなにそこまでその当時たくさん売れてないくって、中古車市場も台数が少なくってってなると買いたいなと思ってもなかなかこう、ね、めちゃめちゃこうバリエーションがあるよね、うん、外装、内装、オプション。だその部分で考えると好みのものがなかなか出てこないからっていうのもあるかもしれない。なるほど。じゃあ逆に今乗ってていじってたらかなり目立つ。目立つし、はい、まあ、今後ちょっとわからないですけど、そのロールスロイスから2ドアのオープンカーはしばらく出ないっていう予定らしいので、今持たれてる方も結構手放さない方が多いのかな。じゃあ数も少ない、個体差もすごく、個体というか仕様もすごくバラバラ、いじるのはすごく難しいと思うんですけども、それが主治医の手にかかれば、はい、かっこよくなっちゃうんだぞっていうのを今回紹介したいと思います、はい、で外装に関しては特にいじってはないんですよね、はい、何も触ってないです。エアロパーツつけたりとか、はい、あのペイントカスタムしたりとか、はい、ないということで、まあ、ロールスも全般も純正でそのままさらっといじってめちゃくちゃかっこいい感じですからね。そう、なんかね、もうやるかもうやらないかみたいな。確かに。っていうところはあるかな、まあ、あとは純正の色、うん、でまあ凝った色にするのか、ね、ボディカラーで結構渋い色にするのか変わってくるかな。今回絶妙っすね。そう、はい、すごくいい色でしょう。ちょっと紫っぽさを感じるんですけど、この前土方さんとも話してたんだけど、はい、結構前にメルセデスベンツであった、はい、ボーナイト。ボーナイト、まさに僕と今さんがパーキングエリアとかに集まってた その時代に。そう、確かそれ感じますね。そう、だから202とか、これ分かる人何言うんですかね210とか、はい、その辺の世代のボーナイトっていうメルセデスの色があったけど、あれもうちょっと濃い感じじゃない、これは。それだ。でそれのちょっと薄いのがまあこれかな。なるほど。イメージ的にはだ今回僕これパッと見た瞬間にめちゃくちゃこうなんていうんですか、おとなしく乗ってる年配の方がっていう感じの雰囲気だなと思ったんですよ。なんですけれども、うん、今回足元を一新しまして、はい、ガラッとイメージが変わってますので、はい、ご覧ください。こちらでございます、はい、やってきました、はい、MV4 自動。 MV4 自動で去年のセマショーでしたっけ、大きいブースをバチンと出して、はい、ボンドショップ各店でも取り扱わせていただくことになったブランドですけども、はい、今年後半も勢いとどまらないですね。そうね、だから結局そのうちが取り扱い始めましたっつって、今年の6月に初めてファクトリー行って、でやっぱちゃんとしてるねっていうところでまた加速してる感じはあるのかなっていうのはね。そして今回取り付けたのがこのディッシュタイプということで、はい、これあのディッシュ最近ご紹介させていただく機会めちゃくちゃ多いじゃないですか。めちゃくちゃ多いですね。特にセダン系、はい、SUV 系を、はい、その中でも個性がめちゃくちゃ光ってますね。そうなんですよ。これ見ていただけると分かるんですけど、はい、めちゃくちゃコンケーブしてるんですよ。めちゃくちゃコンケーブします。今までディッシュのホイールって割とこうフラットなのが圧倒的に多かったじゃないですか。そうで、ましてやそのセンターがフローティングキャップじゃない、だからそのセンタープレートの分が大きいから、あ、なかなか反らせるっていうのがデザイン的に難しいはず。ここはだって触れないわけですもんね。そうなん、元々のこのキャップの形に依存するわけですか。そう、だからここから立ち上げるってなかなかっすよね。だからいや、だから今回も正直開けるまでは、あ、みたいな、あ、そういう感じですか。こんな反ってんのフロントみたいな。まあリアはね、あの反ってるんだろうなっていう想像はあったけど、フロントもこんな反ってるってなかなかないと。確かに。あとはそのホームページだったりとかでもサンプルって割と正面に近いカットが多いじゃないですか。そうで割とフラットな感じ
だから斜めからって今ちょうどこのカメラで撮ってるのって実写でやっぱり見てみないと見えない視点というか、そうというより新しいですね。だからめちゃくちゃ新しい。立秋って割とこうシンプルな感じに仕上がりがちですけれども、なんか新しい次元に突入したなっていう。そうで、ましてやこの今回の VL70 に関しては3ピースなんです。あ、なるほど。3ピースなんで本来センターディスクは奥に入れることもできるんだけど、うんうん、ここで立ち上げてアウターのリムまでディスクを持ってきてるんで、そういうことですか。リム取らないで。そうなんで、なるほど、まあ、よりコンケーブするっていうのと、そのものすごく立体的、そのこの中の見えてる部分が、確かにここがそうあるんですよね。これすごいっすね。これはむちゃくちゃ新しいなっていう。そして強度計算がめちゃくちゃ面倒くさそうな。そうそう。コンケーブもつけて、なおかつディッシュにして。だからデュオブロックだったらまあまあまあうーんっていう。確かに確かに確かに。うん、ただ今回スリーピーなんで、スリーピーでこのイメージっていうかこの雰囲気が出るのはなかなか新しいな。そうですね、うん。そしてフィニッシュはこれブラッシュドです。ディスクがブラッシュドで、アウタリムはポリッシュ。ポリッシュということで、はい、こんな感じに仕上がってると、はい。そしてこれサイズはいくつになるんですか。サイズは22インチで、まあ、ドーン、レース、ゴースト2に関してはマンソリーとか投資、まあ、僕らも社外ホイールをオーダーする際に投資でやるパターンも多くて、はい、ただ、今回はフロントリアで別々のサイズでオーダーして別々のサイズのタイヤを履いてます。リア太いの履かせてる。リア太い。純正もリア太いんですよね。純正もそう、前と後ろでサイズが違う、ね、はいはい、というわけでこんな感じのセッティングになっていると。これだからあの22インチだから成立するところもあるのかなと。そう、ちっちゃくなっちゃうとね、ちょっと20とか21だと、うん、もう一回りちっちゃくなっちゃうんで、センターキャップの存在感も大きくなっちゃうし、この立体感もそうです、コンケーブも和らいじゃうのかなと、はいはい、こんな感じの絶妙な。そして車高ベタベタですね。はい嘘でした、あの飯村さんスタンダードでしたスタンダードというわけで、はい、もうこんな上品な色のボディカラーの車が、はい、もう足元をこんな変えるだけで、はい、ものすごい強烈な、すっごいだから今時な感じねと勢いをすごく感じます。そう、だこれ本当に純正車高でノーマルホイールだったら、うん、本当にお金持ちがしれーっとこう乗ってるのかなっていう感じですけど、なんか若い方が乗ってたりだとか、すごいこうファッションとかそういうの敏感な方が乗っててもなんかこう様になっちゃう。そう、今っぽくなる、うんうん、する。こんな感じの足元になって、はい、であとは本当に何にもこうもう何もこう触っておらず、ペイントカスタムも、はい、エアロパーツもついてない、はい、ただちょっと途中ですけどご覧ください、はい、これ中かっこいいですね。中真っ白白だよ、ね、これは開けて走りたい。いやもう本当開いてる雰囲気がむちゃくちゃやっぱりかっこいいね、ドーンとかね。そしてこの内装とだからホイールがこうマッチしてるというか、はいはい、雰囲気がめちゃくちゃ合っております。めちゃくちゃかっこいいです。そしてそのままリアに行くと、はい、リアの方が寄り添ってるですよね、はい、フロントもまあまあコンケーブついてましたけど、はい、リアはもう一段階、そう本当だから選択やっぱ見えない、ね、角度によっては斜め後ろから見ると見えないぐらいの。そしてこれサイズ的には後ろ太くなって、はい、295が入ってるわけですね、はい、ということでもうパツパツのセッティングになってて、はい、もう走ってる姿もめちゃくちゃかっこいいと。めちゃくちゃかっこいいですね。じゃあ最後になりますけども、今回ご紹介させていただいた MV フォージドは井村さんも工場行きました。行ったんですよね、僕らと行きましたよね、はい、で見させてもらいましたけど、はい、あの技術力というか、うん、その削りにすごくこだわってるんですよね。そう、削りにこだわって、まあ、機械を自分たちでこうよりよく加工してよりいいものを作ろうというしてるし、まあ、一個一個小さい部品に関してもきちんとしたクオリティを保つものを選んでいるので、違う車でこの前頼んだホイールなんかはそれデュオブロックでピアスボルトブラインドで全く見えないんだけど、はいはい、チタンボルトが入ってたりとか。あ、なるほど。だからその見えないところにもお金をかけてくれるような、メーカーなのですごく信頼性が高いかなと、まあ、一緒に行った時に話聞きましたけど、うん、なんか今の会長社長のお父さんが、はい、なんかエンジニアなんですよね、うんうん、もともとエンジニアで、まあ、その方がすごくこだわりを持ってる。でなんかその時に得たノウハウでいろいろ機械のセッティングをしたりだとか、まあ、裏方としてそのホイール その削りどうすればいいとか、はいはい、機械どうすればいいっていうのをやってるみたいで、うん、割とアメタンって外から見ると違いってこうなかなか分かりづらいと思う、うん、なかなか分かりづらい。デザイン重視のメーカーなのか、もうそれこそクオリティ重視のメーカーなのか、うん、でその中で
もう技術力もあってなんかこういう新しいことに取り組んだりとか、うん、新しいデザインを取り入れてる、はいはい、MV フォージド、うん、今後もかなり目が離せないんじゃないかな。目が離せないかな、まあ、今年のセマもものすごく大きい、去年よりも大きいブースを出して出展するということなので、まあ、新しいデザインもそこで多分発表になるでしょうし、もうどん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 増えていくのかなというわけで、2024年もじゃあちょっと気が早いかもしれないですけど、はいはい、目が離せないブランドになりそうなんで、はい、まあ、おそらくかっこいい車、面白い車、名古屋店から発信できると思いますので、ぜひ各種 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。